それに対して新しいお墓の変化の一つの象徴といいますものは真の始皇帝量で大変巨大な森土のある墓を作っただけではなく周りにこう宮殿のように城壁で囲んでお墓の地区ですねそこにもうさまざまなものを埋めたりさまざまな施設をしつらえたりとするような巨大な施設を作っておるというこういうのはこう過少宗の時代では考えられないようなことであります。これは紀紀元前1世紀ぐらいの 皇帝のお墓でやはりこう巨大な森土があってその周りを城壁で囲んで縄文のような門を出られているのですがここで見つかったのがここに一角に僧病建築が付属しているこれは本来都市にあるはずの僧病建築が皇帝寮に付属をしているということはその亡くなった方の魂は天に上がるのですがで神様になるのですがそれからまたお墓に降りてくるという。でこう子孫はその 皇帝の一人一人のお墓にお参りをして祭りをする。